AB 型の女性が好きな男性にとる態度や仕草、脈ありサインを徹底解剖。ちょっぴり変わった性格と言われている AB 型で内面を探るのが難しいと思われがちですが、実際のところ恋愛に関してはとても単純。 AB 型の女性は好きな男性に対して分かりやすい脈ありサインを出していますので、そのサインを知っておくだけで恋愛をスムーズに進めることも可能なのです。 AB 型の女性が好きな人は、今回お話しする AB 型の恋愛傾向、好きな男性に対して取る態度、仕草を参考に積極的にアプローチをすべきかどうか見極めてみてください。ただもちろん脈ありサインが出ていない場合でも、脈なしから逆転させて付き合うことは可能ですので、安心してください。AB 型の女性が好きな男性にとる態度や仕草、脈ありサインとは？ AB 型は変人、ミステリアスとも言われていますが、AB 型女性の恋愛傾向は分かりやすく、好意がない人と好きな人との対応は全然違います。そのため、AB 型女性が好きな男性は、その女性の他の人への対応と自分への対応を比べてみてください。また、今回は、4つほど AB 型の女性が好きな男性にとる態度をご紹介しますが、3つ以上当てはまる場合、脈ありと言っていいでしょう。1つしか当てはまっていないのに、脈ありだと信じてアプローチするのは大変危険。しっかりと脈ありサインを確認しつつ、アプローチをしてみてください。また、脈なしだったとしてもそこから逆転して付き合う方法も、別の記事でまとめていきますので、楽しみにしていてください。好きな人に対してツンデレ。 AB 型の女性は自分を主張するのが苦手で、好きな男性に対して初めのうちは恥ずかしさからツンツンした態度をとってしまうことが多いのが特徴。周りに他の友人などがいる際には、さらに自分の気持ちを悟られたくないがために、そういった傾向が顕著に現れやすいです。しかし心を許し好意を寄せるようになれば、それも一変。AB 型の女性は、実は、本音では、好きな人に対して甘えたい、という願望が強いため、二人きりなのを見計らって、デレに変わります。笑顔が増えて、次第に甘えてくるようになり、好きな人の前では、非常にわかりやすい AB 型。もし、AB 型の女性が、あなたに対して、甘えるような素振りを見せてくる場合には、あなたに対して心を許し、好意を持っていると考えていいでしょう。好きな人に対してはおしゃべりになる。プライドが高く秘密主義である AB 型は、最初は他人を非常に警戒するため、人と仲良くなるまでに時間がかかります。しかし警戒心が解けて、この人なら大丈夫となれば、態度は一変、積極的にこちらと向き合おうという姿勢を向けてくれるように。特に信頼している人や好意を寄せている人に対しては、相手のことをよく知りたいし、自分のことも知ってほしいという思いから、よくおしゃべりをするようになります。そのため、あなたについてよく質問してきたり、彼女自身のことについても自発的に話してくれるのであれば、彼女の中では、あなたは、そこそこいい位置にいると思っていいでしょう。なお、好きな女性を落とす上で、絶対になくてはならないことが一つあり、これさえできれば、意のままに付き合うことが、さりげなくアプローチしてくる。 AB 型の女性は恥ずかしがり屋が多く、自分の気持ちをさらけ出すのを苦手な女性が多いのが恋愛傾向。よって好きな人ができても熱烈アプローチをするなんていうのはもってのほか。自分の気持ちに気がついてほしいという思いはあっても、なかなか実行できません。
そういったもどかしさもあってか、AB 型女性は、さりげなく気づいてほしいアピールをしてくる場合が多いでしょう。例えば、ちょっぴりセクシーな服を着てみたり、コーヒーを差し入れしてくれたり、あなたのちょっとした変化に気づく、あなたに対して一生懸命に話そうとしたり、あなたのことをフォローしようとする素振りを見せるといったことが挙げられます。こういった態度が見られる場合には、もしかすると、彼女の方からアピールしてくれている可能性も。やきもち焼きだけれど、それを隠したがる。AB 型女性は、態度や仕草に感情が現れやすいことが多く、非常にやきもち焼き。好きな人が、女性と楽しそうに話をしていたり、仲良さげなところを見たときは、内心は、とても嫌な感情でいっぱいになっていたりも。本音では、私以外の女性と構わないで。と思っていても、AB 型の女性は、プライドが高いため、それを素直に訴えるができません。では、どういった態度に出るのか？というと、口には出さず、態度で示します。自分が焼きもちを焼いているというのも認めたくないという面もあり、本人は隠そうとするのかもしれませんが、明らかに不機嫌であったり、なんだか元気がないなど、他人から見れば、非常にわかりやすい態度をとっています。そのため、AB 型の女性の心中を探りたい場合には、他の女性と話をした際に、ちらっと彼女の方に目を向けてみるといいでしょう。何かおかしいなと感じれば、もしかすると、内面ではあなたに対して嫉妬しているのかもしれません。AB 型の女性が好きな男性にとる態度というのは、非常にわかりやすいため、これらの脈ありサインが3つ以上見られた場合には、ちょっとずつ距離を縮めてみてください。まとめ。AB 型は、変わり者やミステリアスと言われるため、心中を察するのが難しいと言われるが、好きな人に対しては、実に単純でわかりやすいのが特徴。好きな男性に対しては、下記のようなサインが見られることが多いのが AB 型女性。ツンデレ。自分の前ではおしゃべりになる。さりげなくアプローチしてくる。やきもち焼きだけれど隠したがる。いつもは、クールでいても、好きな人に対しては態度が一変してしまうのが AB 型。なので、もし、あなたに対して、上記のような態度を取る場合には、あなたに対して、好意を抱いている可能性が高いということなので、少しずつアプローチしてみるべし。いかがでしたか？確かに AB 型ってミステリアスですよね。ツンデレだったなんて意外です。あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると、動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。